ダメだ。ねえ。諦めよう。じゃあ、東京帰る。はい、東京まで。気をつけて。はい。じゃあ、スーさんが、後々に何か釣り上げた動画を送ってくれるそうです。スーさんでございます。今日は石巻の方に釣りに来ておりますが、相棒のタイちゃんがどこでもう釣りを始めてるか分かりません。とりあえず僕は頑張ってみた。お、いた。あ、でも魚が跳ねてるぞ。タイちゃん来たら教えてね。すぐ行くから。はい、タイちゃん釣れてしまいました。おい、釣れる瞬間撮りてんだからよ。何これ。何だろう。かわいい。かわいい。やっぱダメだ。俺タイちゃんついていくわ。どこ、まあリリースサイズってやつですね。やっぱメバルが今来てるっていうあれですね。で、今何で釣ったんですか。チワム。あれこれ。キビナゴ。キビナゴ。なった。キビナゴ。味に見えますけど。味見ますか。絵的にもうちょっと早く読んでもらっていいですかね。ちょっともうすぐ上げないですか。ちょっと粘ってくださいよ。タイさん、僕ちょっと一回自分ブラックリーちょっとあっちでセットしたらちょっともう一回来ますんで、ちょっとあなたにはカメラ必要だ。とりあえず一匹目森でございます。来た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 。マジ。ナイスフィッシュ。はい、早いよ。ミスです。ミスもする。おわ。ナイスフィッシュ。さすが、綺麗だね。ありがとうございます。入れ食いじゃん。ねえ、結構何上層で、あ、表層だ、表層。マジ入れ食いじゃん。2連続だったよね今ね。俺釣りしてる暇ねえな。いや、そうだけどさ、やっぱカメラ置いとこうかな。はい、いいよ。スーさんです。カメラはタイちゃんです。タイちゃんにいただいたちっちゃいワームだよね。メバルを超いっぱい跳ねてるんだよ。連れて
やったー釣れました。トイちゃんありがとうございます。ただ暗い。いやもうしょうがないね。暗いけど、うん、でも釣れたんで。ウェアバです。ありがとうございます。無料。ありがとうございます。ちょっと俺ちょっと10分でこれタイちゃん撮ってたいわ。とりあえずかわいいサイズですけど、かわいい、ほらかわいい、5匹目はい、はい、ということで本日メバリング超過タイちゃん11匹私2匹。何笑ってるんだよ。何笑ってんだよ。もっと釣れたはず。ドラゴンボーツスズガイデンはタイちゃんと、2人で今後もいろいろ多く、そういう設定だった。そうか、まあ、釣れるじゃん。はい、ということでアニー、ケイツさん、アンちゃん、今度みんなで一緒に釣りしようね。すいませんということで以上スズとタイちゃんです。じゃあね、手が臭い。